しわくちゃの写真には眩しかった時間と寄り添う僕らが痛いほど鮮やかに焼き付けられていた。はぐれたのはきっとどちらのせいでもなくて、何もない場所だけれど、ここにしか咲かない花がある。心にくくりつけた荷物を静かに下ろせる場所、空の色映し出した